ここでは2024年の F1 ドライバーの身長と体重について詳しく見ていきます。これらの要素は車の設計やレースパフォーマンスに直結しており細部への注意が必要です。ドライバーの身長や体重は車両のガラスと配置に大きな影響を与えます。一般的な原則として短くて軽いドライバーほど最適な車両パッケージが得られます。これは短いドライバーが設計を簡素化し空気の流れを効果的に考慮できるためです。 デザイナーは、これに基づいて指示を受けます。また、ドライバーの体重も非常に重要であり、F1 では、厳格な最低体重制限が設けられています。余分な 1g でも運ぶと、パフォーマンスが損なわれる可能性があります。背が高いドライバーもいますが、身長が高いということは、レーシングドライバーとしては、得意な特徴であり、身長による重量の違いを考慮する必要があります。例えば、アレックス・ワルボン、エステバン・ウォコン、ジョージ・ラッセル、 ニコ・ヒルケンベルグ、ランス・ストロールは、皆身長が1.82メートル以上で、最も背の高いドライバーとされています。一方で、身長1.59メートルの角田裕希は、最も背の低いドライバーとされています。最後に、2024年の F1 ドライバーの身長と体重を以下にまとめました、アルファベット順。アレックス・アルボン、1.86メートル、73キログラム。フェルナンド・アロンソ、1.71メートル、68キログラム。 バルテリボッタス、1.73m、69kg ピエール・ガスリー、1.77m、70kg ルイス・ハミルトン、1.74m、73kg ニコ・ヒルケンベルグ、1.84m、78kg シャルル・ルクレール、1.80m、69kg ケビン・マグヌッセン、1.74m、68kg ランド・ノリス、1.70m、68kg エステバン・オコン、1.86m、66kg。セルジオ・ペレス、1.73m、63kg。オスカー・ピアストリ、1.78m、68kg。ダニエル・リカルド、1.79m、66kg。ジョージ・ラッセル、1.85m、70kg。カルロス・サインツ、1.78m、66kg。ローガン・サージェント、1.81m、6 8 k 71キログラム、ランス・ストロール、1.82メートル、70キログラム、角田雄液、1.59メートル、54キログラム、マックス・フェルスタッペン、1.81メートル、72キログラム、ジョン・アン・ユー、1.76メートル、63キログラム。これらの情報をもとに、ドライバーと車の合計重量がレギュレーションに適合するように調整されます。